どうもたまっこです。いや今日はですね、久しぶりにまた、晴れたんでね、グロムで仕事に出ておりますけども、いやだいぶね、納車されてから結構時間が経ちまして、なんだかんだとね半年ほど経ちましたんでね、いろいろとねいじってみたり、この前ね奥多摩の方も行ってみたりとかして、ちょっとね、そんなインプレッション的なねことをお話しできたらと思います。さあまずねこの新型グロムね、足つき多分ねちょっと変わりましたよね、おそらく。176cm とか177cm とか言われる僕の身長ですけども、まあ、普通のスニーカーで、乗ってますけどね、鬼塚タイガー、メキシコ66ね、履いてますけどベタベタです。ただシートの形状が変わったからなのか、以前のグロムよりもねちょっと、足を下ろした感覚はね、少し足つきはね悪くなってるっていう感じはしますね。前のグロムだと、結構ねくびれてたんで、こうねここのところがギュッともうちょっと絞れてたというかね。ただまあそんなに大きいバイクじゃないんでね、まあこんな感じで足が曲がってベタベタっと両足つきますよという感じなんですけど、はい。であとポジションなんですけど、ポジションもね若干変わったかなっていう感じですかね。シートの形状がね少し変わりまして、結構フラットになってるんですよね。さあ勝どき橋、下町ですね。この鉄骨の感じがね非常に、情緒がありますね。勝どき橋、こち亀のね、お話でも出てきますよね。りょうさんのね子供時代の頃のちょっといい話の時にね勝どき橋出てきますけどね、船が通る時にねこう跳ね上げたっていう、今はもう動かないですけど、ど真ん中で真っ二つに、ね、割れて跳ね上げるっていうのが特徴でしたけどね。こんな具合なんですよね。シートは前はねここで一回段がついてたんですけど、それはなくなりましたね。まあそれも相まってというかですね、シートの、ポジションがねこう移動がね楽に、前後の移動がね、できるようになりましたんで、結構そのお尻の痛みね、前のグロム乗ってる時はシート変えるまでねそれに悩まされてたんですけど、それはね、ちょっと痛くなってきたかなってなった時に少しポジション変えられるっていうねゆとりが生まれたんで、シートのねお尻の痛みっていうのはそういう意味ではね、軽減されたんじゃないかなと思います。まあメーカーでねホンダさん、対策してくれたということで、これはかなりポジティブなポイントではないでしょうか。そして、まあここでコクピット目線でね見えるところでいくとスピードメーターね、液晶パネルですけど、結構ね、これも変わりましたよね。8000回転よりちょっと上がレッドゾーンになってますね。で、ギアのインジケーターがついて、非常にこれはねギアインジケーターついたんでね、これは非常に便利かなと思います。意外とね自分でね数えてはいるんですけど、たまに今ギア何速かって分かんなくなる時あるんでね、そういった時ちょっとパッと見て分かるようになってるんでね、意外と反応もいいですね。こんな感じで一速
ニュートラルがねまだ入りづらいな。半年乗ってもいつかこなれてくるのかな。銀座4丁目交差点、まあ緊急事態宣言が明けましたけどね、どうなっていくんでしょうかね。本当にまあ本当にね、あの一件以来外国の方はね銀座すごい多かったんですけど減りましたよね。目に映る通行人がほとんど外国人でしたからね、例のウイルスが流行る前は。いや様変わりしましたね本当に。まあ今回新型のねグロームはこう5速になったことでね、こういうちょっとこう空いたね道、車の流れにね結構簡単に乗るようになったんでね、やっぱりこういざという時のパワーが出ないと、加速が出ないとね、こう新あのね車線変更とかねそういう時にちょっと怖い思いとかすることあるんですけど、まあでもかなりゆとりのね、加速がついたんでね今回のグロム、だいぶね乗りやすく、街乗りはだいぶ乗りやすくなったんじゃないかなって思いますね。ということでね、ちょっとその5速を、新しくなった5段変速ギアをねちょっと試していきたいかと思いますけど、今まあ走り出したらもう速攻2速に入れちゃってるんですけど、結構これでもね引っ張れますね。40キロぐらいまでは全然これで引っ張って、国会議事堂が見えますね。で3速、まあ3速はねだいたい50キロくらい、50キロ前後ぐらいの、速度域になるんですけど、よいしょ、まあ街乗りは1回スピードに乗っちゃえばね3速で結構こと足りるんじゃないかなっていうような感じがありますけどね。最高裁判所の横を通り抜けていきます。まあいつ見てもすごい建物ですよね、最高裁。そして東京 FM と MX テレビの間を左に曲がって甲州街道に抜けていきますと。正確にはここは新宿通りっていうんだったっけな。まあ3速まではねこんな感じで、40キロぐらいになったらもう3速に変えて、50キロぐらいから4速に行くと。55キロで今ギアチェンジしましたけど、もうこれでね60キロまで行けるんでね、今ちょっと60キロ超えちゃいましたけど、全然早いんですよこのグロム。でこっからさらに上があるんで、はい、いや一体どこで使うのやらって感じなんですけど、これでねちょっと次の直線で試してみましょうかね。それ2速3速4速で5速と、だ65キロ以上で5速に上げるとちょっとパワー足りないんで、多分70キロぐらいまでは4速で引っ張って、そっから上があるって感じなんですよね。行動じゃそこまでねちょっと派手には試せないんですけど、125cc ね高速乗れないんで、一体これはどこで、このギアはね
変速は使ったらいいのかっていう感じではあるんですけど、ただまあね、一時的に常にね70キロとかで走るわけじゃないんですけど、一時的にこうね加速が必要な場面とかもあったりするんで、それだけゆとりが出てるっていう感じですよね、この5速に関しては。その分ギアのなんていうのかな、ギアの選択幅がねすごい広がってるんで、特にこの前のね奥多摩の、峠とかね、ああいう山道なんかはね、非常にこのギアの選択幅が広いっていうのは大きかったですけどね。100キロは余裕で出るんだな。100キロ行くんじゃないかなこれ。ということでね、新型グロムの5段変速に関しては、街乗りね、まあ125の、主戦場であるね、街乗りですけど、十分ね、前のグロムも十分だったんですけど、さらにねこう充実したといった趣が強いです。あとはブレーキ関係とかね、そういうのはちゃんと止まるよという言ったぐらいで、特筆すべきものではないんですけど。タマコライダー、でもなんかね、日清のゴールドのねキャリパーがついてて、それなりのなんかこう上質感はあっていいですよね。ホイールはゴールドだしね、この倒立フォークもねなかなかいいですよね。ゴールドの倒立フォーク高級感があってね、外観的なところはね結構ガラッとね変えたんで、クランブラーキットね、ちょっと入れたんですけど、これはね、かなりねルックスが変わるんでね、僕は好きですねこの形は。ただ値段がねちょっと高いというかね、今まで溜まってた T ポイントがねあったんで、がっつり投入して僕は購入しちゃったんですけど、ちょっと高いっすよね。5万以上確かしたと思うんで、これがなんかね 2,3 万であったりすればまだなんか手出しやすいんですけどね、でもスクランブラーキット僕は、見た目は気に入っております。それとあとはフェンダーですね、スタイルに関してはまたね、ちょっと別途やっていきたいと思います。今後のねカスタムなんですけどね、どうしてもやっぱヘッドライトね、このヘッドライトをどうにかしたいかなと思っておりますね。もうね見た目に関しては僕は旧グロムの方がね、好きなんでね、初代もいいですし、僕が乗ってたね、2代目のねグロム、あれもねいいですしね、今回のグロムに関してはちょっとね なんだろうな、これ僕だけかもしれないけど、それはもう個人的なね趣味なんで何とも言えないとこなんですけどね、多分一番はヘッドライトのなんかやぼったさにあるかなと思いますけどね。モンキーのライトじゃダメだったのかなっていうね、一眼丸めライトね、でも丸めにはできないか、グロムのコンセプトはね、ちょっとストリートファイター系の近未来系のデザインを採用してると思うんで、この前のねグロム2段のテムジンみたいな顔のね、あれだいぶ未来先取りしてたっていう感じで、好きでしたけどねあれは。はい、ということでね、カスタム関係も今後ねまたやっていきたいと
思います。動力性能ねアップした、新型のグロムですけどね、まあどうだろうな、まあ、作りの感じはねなんか昔1個前の方がなんかね外観の作りはね良かったような気がしますが、中身に関してはね、まあ、間違いない、エンジンとね、まあ、エンジンも結構作り変えてますからね今回の高速化に伴ってね、また丈夫なねこの燃費もやっぱり、50キロぐらい走りますしねリッター、変わらずねいいところ引き継ぎつつ、外観はちょっとね好みによるかと思いますけど、そんな感じのね、グロムになってるかなと思います。ということでね、今後は、バックステップ、前のグロムからの流用品をね、まだちょっと、残ってるんでね、その辺も取り付け状況やっていきたいかなと思っております。それではね今回の動画を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。